こんにちは、堀です。今回、山に登り来たんですけれども、今、いるところ榛名山ですね。先ほど鴨ヶ岳、登ってきたんですけどもね、この榛名山周辺細かい山がねいくつかあるんで、今度はね、続けて、この、ところに、相馬山っていう山があるんですけどね、これ、結構ね岩岩の山なんで、鎖場とか結構あるみたいなんですけどもね、今一番近い、登山口ですね、ここは八瀬尾根峠の、駐車場なんですけども、こうやって、無料の駐車場があるんで、この榛名山周辺は、登山客、まあ観光客には、優しい、ところですね。ではね、これから、相馬山登っていきたいと思います。今ここの標高、この道路に書いてあるんですけども、1170メートルの標高あります。で、榛名山の標高が1400メーターぐらいだったような気がします。さあ、じゃあね、登っていきたいと思います。相馬山登山口、大きな鳥居のところから始まりますね。ここから登っていきたいと思います。距離、これ書いてありますね、 1.5 キロになります。行きましょう。このコース、ちょっとメジャーじゃないとは思うんですけども、なんか参道になってるコースなんですかね。この先、スルス峠っていうところを出てから相馬山の方へ登っていくんですけどもね、こうやって鳥が立ってるぐらいですからね、参道になると思います。ではお邪魔します。このコースはもうちょっと榛名湖の方に近いところにもう一個登山口あって、そこにもう駐車場あったんですが、そちらの方が車いっぱい止まってたような気がします。で、ここのコースは、距離にして 1.5 キロでコースタイムにして、1時間ぐらいで相馬山の頂き踏める、ぐらいのコースタイムが設定されているようです。まあ、最短の距離っていう感じなのかな。でも、この相馬山結構ね、榛名湖から見るとそそり立ったような山なので、結構資料なんか調べると、鎖場とかが結構ね連続してるコースなので、やっぱりここも、初心者向けっていうよりは中級者向け以上のコースじゃないかと思います。私もここ入ってくるのは初めてなので、今日は2つ目の山っていうことで、ちょっと最短ルートを選びました。で、この使ってる道もやっぱり広いですね。これ参道ってことで広くちゃんと、昔から整備されてた道なんでしょうね。とても歩きやすい。はい、よいしょ。はい、これが、本来予定ではね、こっちから来る予定ではいたんですけども、一番近い、コース登ってきました。で、ここから地域になるんですかね、剣が祀られてるっていうことは、ここからが本格的な、相馬山の登りになります。はい、ここから、コースタイムで30分の、急激な登りになると思います。気を引き締めて登っていきます。よっこらしょ。岩の登りですね。早速鎖が出てきましたね。よいしょ。でもこれはまあ上りはそんなにあれだけども、下りは、必要になるかもしれないですね。早速鉄橋を出てきました。でもこういうはしごがなければ結構厳しいな。これは昔の方はね、こうやって木
厳しいところを好んで皆さんね、修行に、臨みますからね、剣なんかはいい例っていうかね、厳しい山には、厳しい修行ができるっていうことで、皆さん、昔の方は厳しさを求めて行く鍛錬の場ですからね。さすが、急登の山ですね。ずっとこんな感じで、手を使ってよじ登ってくるような、コースになっていますけども、今日はなんか登山者も、少ないような感じなんで、あれなんですけど、でこの道そんなにね浮き石とかがあるような感じには見えないんですけどもね、先行者がいる時なんか、まあ上に人がいる時なんかはこういう、急登の岩場上から、落石とかね石が落っこってくることがあるんで、その辺も気をつけて登りたいとこです。はあ、疲れた。ずっとこんな、急登が続いてるんで休む暇がないですね。だからコースタイムで、さっきの、分岐のところからコースタイム30分で、山頂まで登りついちゃうっていうんで、こんだけ、急と登っていれば高度はどんどん稼げるから早いでしょうね。はい、どう、なんだ、あ、着いたのかな、違うか、祠が祀られてますね。黒ひげ山大神ってなってます。この奥が山頂なのかな、ちょっと行ってみます。あ、なんかある。あれなんかあるぞ。いや、小屋が立ってる。あ、神社かな。うわ、すげえ。まさか、ちょっと想定外の。小屋が立ってる。すげえな。あ、やっぱり信仰の戸籍で柵が作られてる。うわ、すげえ。あ、神社が、黒ひげ山神社。あ、山頂、くそも山山頂到着です。ああ、すげえ。ああ、染山山頂到着。ああ、ちょっと想定外。こんな、信仰の山、黒神山神社。黒神、あ、黒、すげえ。剣がいっぱい祀られてますね。ああ、こんな、こういう山頂だったとは。ああ、ちょっと、展望は、ガス曲がれちゃってますね。少しこっちの山、こっちが見えますけど。まずちょっとねお参りしましょうか。はい、いつ、相馬山山頂到着です。1411mの山頂になります。また、独り占めの山頂になりました。
はい、相馬山山頂でのんびりしてます。ここね、結構ね、日が差したり、ガスに巻かれたり、暑くなったり涼しくなったりで結構ね忙しい、山頂なんですけどもね、またちょっとね日が出てきましたけどもね、暑いや。で、この相馬山から、これね、榛名神社の方へ下るコースが、昔あったんですけれども、今ちょっと見に行ったら、もうね通れないようにしてありました。なんかだいぶ事故が多いので、閉鎖したみたいですね。もうねだいぶこうコース自体もね分かんなくなってるんで、だいぶもう時間が経ってるのかもしれないです。で基本的にはだからここから、また今来た道を戻っていくピストンコースっていうのが一般的な、コースになってるようです。下のね、鳥居まで降りてきました。はい、あとはねここから、また八瀬尾根峠の方へ、下っていくんで、のんびりした道になります。でもやっぱり急な山だったんで降りてくるのは早かったですね。まあ、急な下りだったんですけどもね、ゆっくり一歩一歩確実に降りてきたんで、そんなに、思ってたよりは楽ではないんですけどもね、降りてこれました。でね、今これからまだ、今お昼ちょっと過ぎたところなんですけどもね、登っていく方いますね。やっぱりこの榛名山周辺はやっぱり一つだけではなくて、ね、何個かと、一緒に登る人が多いようです。じゃあ下っていきます。はい、今、相馬山登って降りてきたところです。でここ登山口の、鳥居の前ですけどもね、でこの山ずっと昔から気になってた山で、私が山登り始めた頃もう30年以上昔なんですけどもね、先輩からこの山はちょっとね難しい山だよなんていうのは聞いてたので、なかなか来るチャンスっていうのはなかったんですけどもね、30年以上ぶりのやっと念願かなったっていう登山になりました。でこの山登ってみると案外ね、登りやすいっていうか、まあ、鎖場とかねはしご設置されていて、昔に比べて登りやすくはなってるんじゃないかなと思いました。でもね、やっぱり中級者以上の方が、登る山かなと思います。でもね、山頂に、黒神山神社なんていうのが祀られててね、もう髪の毛だいぶね白くなってきたのでね、しっかりお参りしてきました。でもね、この山、登りごたえがある山で、コース2時間半ぐらいのね、短いコースだったんですけども、面白い山ですね。でもやっと念願かなって、登れました。ではね、今回の相馬山の撮影はこれで終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それではまた、さよなら。登るんですか。はい。え、上まで？上まで行かないですよね。あ、途中こうぐるっとやって、いいとこですよ。